皆さんこんにちは、ダイタラです。ダンボール戦記バグブーストやります。ウースカズ敵やからな。1回戦は1対1のバトルだ。俺たちの相手はジェイソン黒沢とバトルだ。アルティミスからまだ立ってないのに懐かしい感じする。誰だっけジェイソン黒沢ってねえ。さあ1回戦はジンがやるの。1回戦は僕が行く。決勝で待ってるよバン君でも俺とバン君戦うのもなかなか面白いけどね。決勝戦で1回戦は1対1です。まあ俺が行くよ。うん、黒沢っているの、この誰だ。こんにちは。あ、ショップねえ。あら、ここで補給もできるんだ。まあでも今欲しいもんあるか言われたらね、ないからね。だって剣も二刀流だし、もう今めっちゃ強いよ俺多分。二刀流コンボまだわかんないけど。うーす、レッドじゃん。レッドとイエローだ。アキバキングダム、それは正義と悪と戦い、いざ行かん。オタドスピリッツの命のため、見てください。師匠うふふ、アミタン、かわいいなぁ。あのスパイシーなセリフたまらないんだな。僕ファンになっちゃったんだなぁ。ドゥフフ、カレー食べたいんだなぁ。うっす。店長も来たんだ。ああ、出張販売ってとこだ。それと、見に来たんだよ。サキさん ?1 回戦俺とサキちゃんだよ。いや、心配なのは、対戦相手の方だよ。俺だ。サキはなぜか LBX バトルなど手加減できなくなる。だからヒートアップしすぎて周りに迷惑かけんじゃないかと心配で。おっと、すまない。なんか欲しいパーツがあったら言ってくれ。でも別に欲しいパーツねえからいいや。さきちゃんどこいるんだろうな。まあ負けねえように頑張るわ。うっす。ここでしばらく君たちの戦い見させてもらう。オッケー。では1回戦始めていきましょうか。さきちゃんとバトルです。準備よろしいですか。オッケーです。任せてください皆さん。さて、デジタルレギュレーションバトル、アキバキングダムでさきを倒せ。サキちゃん、お、北島模型店から出場、北島サキ。サキちゃん、アルテミスで秒殺の皇帝を破った山の番。世界王者だ。1回戦は1対1のバトル。よし。さあ、どんな戦いが繰り広げられるのか。ここのステージか。ここのステージ結構好き。ね、障害物も少ないから。サキさん、どうして？なんで？暴れん坊だよね。あら。秋葉原にも北島模型店を展開したいなと思ってね。あら。2号店。え、本当？勝って出すの？旦那は乗り気じゃないんだけど。うん。この秋葉原キングダムでキングになったら何だってできちゃうでしょ。え、見せ出すこともできんの？やばいじゃん。さあ、バン、手加減はしないよ。オッケー。はい。さて、アリブ昇華がくのいち錦。くのいち系か。レベルは38です。こっち37。1のレベル差。ね、まあ実力でまくっていきましょう。頑張ります。行くぜ。いけ、オディン。さあ来い。いて。おら。何こいつ。おらドラってよくわかんないけどコンボや。よし。ガツガツ決めていけ。おら、いけ。浮いて。このコンボいいね。空中浮かすコンボ。オーバーヒートしろ。で、全然引いてなくねこいつ。ね。引いてなさすぎワロだやろ。ウェイ。マジで引いてね攻撃が。おかしいだろ。避ける、ステップ。うわっ、当たんのソニック。避けたぞ今俺。よし、おら。さあ、オーバーヒートさせた。いいぞ。今のコンボ良かったね、なかなか。で、こうおら。いいね、だいぶコンボ慣れてきた。さあ、サキちゃんの攻撃避けて。おら、ファイナルファンクション。あ、ダメだ。ストップ。行くでみんな。あ、待って、ジャンプ、これジャンプ。当たらん。で、今この状況で、くらえ必殺技だ。止め入れるもんな、止めてみろ、サキちゃん。おお、マイク殴っちゃった。決めるぜ。オーディーン、俺の力を見せてくれ。あれ、いたれ。1900トータルダメージ。ちょろすぎる。やっぱ俺は強えわ、みんな。よし。でも2000ね、300ぐらい体力あった俺だけど、めっちゃ減らされたわ。見せプ。よし。サキちゃん、でもやっぱ強かったね、だいぶ。ヒットポイント多かったわ。よし、レベルもアップ。これ負けてられへんな。でもコンボもだいぶね、開拓できてきたから、二刀流。ね、なんとかなってくるぞ、これは。どうや、なんもないの。ちょっと、旦那さんに話しかけに行く。あ、いたいた、さきちゃんいたじゃん。さきちゃん、うーっす、俺最強。
あーせっかくのチャンスだったのに。うちたらサギちゃんこの顔かわいいね。ミソロ模型店は地域密着型がいいんだ。俺はここの子供たちの遊び場になってるのが嬉しい。なんて言っちゃってさ、商売根性まるでないんだからめっちゃええ人やん。まあ子供たちの遊び場になればいいんだっていうね。子供好きなんやろな、ほんと。さあ2回戦行きましょうか。2回戦誰だろう相手。特にね調べてないですけど、誰だおめえら。うっす、こんにちは。おめえが山の番か。あー、なんだおめえ、山猫。お前たちは誰これあら、私たちのことを知らずに秋葉原のキングになろうだな。マジョラム。あなた大した自信です。なんだこの喋り方。ボクタンたちに勝てると思ってるんだもん。ボクタンだおもん。俺っちたちが秋葉原ハッカー軍団だ。あ、おめえらか。じゃあ俺に負けたら手伝ってもらうで。え、オタクロスに吹き込まれて、うん、マスターキング様の座を狙ってるんだってな。いや、もちろん狙ってるよ。違う、ハッカー軍団に頼みたいことがあるんだ。頼み事。ああ、おめえが秋葉原のキングになったら何でも聞いてやんよ。何でも。あ、言ったね。分かった、約束だぞ。やっつけるぞ。3対3かアルテミスで優勝したからっていい気になるよ。世界一やぞ、いい気になるでしょ。そりゃこいつらがハッカー軍団強いのかな。はい、ではジェネラルレギュレーションです。ハッカー軍団をやっつけろ、いきまーす。ゴーダー大輝頼むぞ。2対2。秋葉原ハッカー、どっち、ゴーダかな。対するは順調な滑り出しを見せている山の番チーム。オッケー。さあどんな戦いが繰り広げられるのか。さて、相方これは破壊王かな。よし、行きましょうか。レベル39ですよ。向こう格上しか出てこねえぞこのゲーム。39ってもう終盤だよ、レベル的には。うぜい。破壊王だな。破壊王 Z だ。味方は。よし。ほらほらほら。いや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 、ダメージがやべえ。よし、山猫俺が引き受ける。ねえ。ほら。くらえ。あ、よけられた、攻撃。まず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 。破壊王生きてるか？いって、向こうも炎属性だ、攻撃。ジャンプで避けよう。いやー、いってー、すげえ食らった。待って、死にそう。死にそう、死にそう、死にそう。死にそう、リピアキット。で、リピアキット、じゃあ、生きてるか？ナイスー。お、自分に使う回復。よし。あ、強いな、おめえ。よし。おら、山猫買ってこいつ。やべえだろこれ。おらおら、すっげえコンボしたけど効いてねえんだろうなこいつ。おら、あ、やべえ、やられる。下がれ、避けろ。ライズショット、あぶねえ。動き早すぎろこいつら。アタックファンシ君浮いてる敵に行くぜみんな。おら、全然効いてねえ。破壊をせってやられた？大丈夫？ねえ。アイテムファンクション使えてる？今俺回復できてる？使ってる？わかんねえ。Z やられたんだよね、破壊を。全然敵体力減らねえんだけど。やべえだろ、マジこれ。よし。まずこいつからやっつけないと、せめて。よし。群像。よし。群像くらえ。さあ浮かして浮かしてからのコンボ、サイクロン、やった、破壊した、オッケー。さあタイマンだったら負けはしない、いくぜ、このまま落としきれ。今のコンボすごいいいよねこれ。いった、それキック、俺に引く。横ステップしてから浮かして浮かして、こんな感じね。うわ、ぶね、くらえ、うらえ。さあここに行くぜ、これで落としきる俺は。ファイナルブレイクや、実質。さあ、向こう、おっと、空振りしてる。チャンスチャンス。いけ、落とせ、ジェットストライカー。ファイナルブレイクにはなってないけど。落とせんじゃねえの、ドラセン。うわ、全然体力ある。こいつ体力多くね、マジで。ねえ。よし。こ
ほら、あ、空中浮かせた攻撃的変化だ。いって、さあ、クライアドレイ俺の勝ち。ね、いや、今の試合激戦だよ、ほんと俺ようやったわ。ね、いや、ギリギリだったよ。破壊をすぐやられすぎやって。ほら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 。まあでも、絶対破壊王がいなくても俺だけ行ったらなんとかなるね。ごめんな、こうだ。よーし、オーディンまた強くなったぜ。次が準決勝ぐらいですかね、おそらく。いや、俺勝ってるよ。そっちどうよ、ねえ。さっき話しかけ忘れてたわ。オータレット山頂。あ、いや、なんでもねえよ。どうした、カズ。バン君は LBX が本当好きだな。自分がその気持ちで負けてるとも思わない。アミさんや家族と一緒に戦って気づいた。僕も LBX が好きだ。その思いに負けて負けない。え、次、君らはバトル。あ、バン、勝ったよ。連携もバッチリ。ジンの方が私たちに合わせてくれたんだけどね。さすがジン。大したことじゃないさ。ほう。え、もう決勝戦？次決勝戦早くね？決勝戦は3対3のバトルです。全員出場ですね。勝ったチームがマスターキングに挑みます。マジか。ゆうすけさん。俺勝つよ、絶対。応援してね。ラスガワシーカのメンバーだ。戦い方を研究してるな。だろ？じゃあ、行きますか、今から。決勝戦始めます。なんだ、秋葉キングダムなんだかんだ言ってさ、残ったのはやっぱ俺たちのメンツだけ？そう、シーカーの一員だけだよ。バン、次は私たちだね。負けねえぞ。時間だ。じゃあ楽しみにしてるよ。まずね、カズからやっつけよう。カズからやっつけな、負ける、これは。よし。敵レベル高くなかった？今40じゃなかった？大丈夫？ 40 だよね。勝てる気しねえんだが？待って、ジンが異次元だから、ジンは無視する、まず。で、フェンリル。カズのフェンリルをボコボコにして、で、アミちゃんはなんとか無視する。アミちゃん、可愛いから。よし。ジン、アミ、カズ。1.700 くらったんだけど、今。待て、これはちょっと今の痛すぎるやろ、初手。ねえ。ちょっと回復しとこう、これ。さて。カズ、お前をやるぞ。何、鮮度だ、やられそう。おい、マジか、お前食らっとるやんけ。おら、おら、カズからやれ、カズからやれ。カズをボコれ、カズをボコれ。何しようね、お前は。やめなさい。おら、タコ殴りじゃん、おら。死ぬほど殴ってやったわ、今。待って、二刀流で適当に殴ってもマジ強えわ。ねえ。オーバーヒートしてね。大丈夫？ねえ、ナイトメアとかまだ生きてる。なんとか。よし。お、いいよ、いいよ、いいよ、よくわかんない。いいよ、いいよ、いいよ、なんかいいよ、すごいいいよ。数落とせそう、数落とせそう。数さえ落とせばなんとかなんだって、ほんと。ほら、ほら。アタックファンクション出なかった、今。よし。数逃げんだよね。なにこれ。やっべ、ジン、全員で殴れ、ジンで殴れ、ジン殴れ。まずこれ、ボギーしよう、あかんわ、これ。ボギーした、俺。なんだ、その技。ういってー、先祖死んだ。ちょっと待て、一気ずつ減らしていく。まずい、まずい、まずい。まずいって、これ。死んだ俺、生きてる？やっべ、ちょっと待って待って待って、ゴーダもやられたし、カズまだ生きてんのかよ、しかも。なんだよ、アミちゃん、危ねえよ、アミちゃん、こんな攻撃。よし、カズ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 落とした、いで、アミちゃん落とそう、次。よし、この調子。いいけどね、結構。え、きついよ、これ、相当。だって、後ろからさ、ミサイル無限に飛んでいくんだけど。アタックファンクションが発動しねえ。くそ。やっべ、ま、マジ破壊の、あの人、えぐい。秒殺の工程、えぐいな。サイクロン。落とした、アミちゃん。さあ、回復これで使い切りました。
やべえ。ジン勝負だ。おら、おら。よし。さあジンに対してね、まずボコボコダメージを与えていきましょう。ジンはハンマー使うからね。なんでお前この間割り込むんだよ攻撃。避けて、うっそー。返された。ハンマーは近寄ればいいんだよ。違う、ハンマーじゃねえぞそれ。おお。おら。さあいいダメージ。うわ、怖。今チャンス。よし、ジンが意外と攻撃がねミサイルばっかだから助かるね。お、下がろう。え、それはずるい、それはずるい。で、でそれずるいやろ、それずるいやろ、無理やって、こんなんなあ、反則やろそれ。え、死んだわー。嘘ー、お前ガードしときゃよかったかな。いや今回の範囲は回復アイテム持っていかなかったこと、あまり。いやマジで悔しい。これはね次勝ちに行きますよ皆さん。カズがやっぱねうぜえから、さっさと落とさなきゃいけねえんだよカズは。ね、よし、ほらほらほら、いって、なんだよおめえ。よし、武器持ち替えてカズに特攻します。カズお前やぞ、お前、お前ふざけんな、さっきから攻撃痛い。よし、そういうことすんな、カズ、カズ、ほらほら、ちょっと待て待て待て、ほんまほんま、お前、お前ほんま、お前、お前ほんま、あかん、これあかん、ガードしとくわいや、もうふざけんなってそれ。でも今回皆さん、やばいアイテム持ってきたんですよ僕。何だと思いますか？アイテムファンクション、オールリペア、オールリペア、全員の体力を回復するアイテム。そう、これがあるので僕は大丈夫です。避けて、痛い。あ、全然食らってない、起きる。ねえ、クソ、みんな必殺ファンクション使いすぎやって。クソ、食らったんじゃねえかお前。カズカズ、よし、いて、避けてくれよ、避けてくれよ。クソ、なんでサンドバッグなってんだよ。よし、ほら、よし。さあカズ、カズお前には負けねえ。カズお前の、お前は近距離そんな強くねえこと俺知ってるからな。カズお前に必殺ファンクションのゲージ貯めさせてもらおう俺は。ねえ、ほら、ほら、行くぜ。間違った、これ超必殺技や、間違った、カズに使っちゃった。まあいいや、行くぜカズ、くらえ。さっき設定しました、なんかよくわかんねえわ。さあくらえ。何、なんで、戦うし、戦い終わった瞬間にそんで出すの。え、すげえ食らっとる、周り巻き込み。数やっつけた今多分。ジン、いけ、ナイス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 、当てるって やるじゃねえかおめえ。よし、アミちゃん、え、アミちゃんもういなくね、もしかして敵。これ勝ったでしょ、勝ったでしょこれ。おらおらおら、タコ殴り、タコ、タコ殴りや、全員でタコや、タコ。避けろ避けろそれ。あ、やくらっとんの君。大丈夫大丈夫。君が好きになってる隙に俺が殴りまくる、殴りまくる。みんな殴り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 。よし。いけ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 。殴り殴り。ファイナルブレイクいくぞー、これで決めるぜジャーダジン超必殺技。へへへ。いや、さっきの負けがなんか嘘のようだね。どうだ、え、3人残ったんだけど完勝やん。 You win。 アミちゃんをね、なんかみんながやっつけてくれたんだよ今回。あとやっぱ回復アイテム持ち込んだのが良かった。オールリペアとかいうの、味方が残ればやっぱ楽勝で勝てるね。見せてくれます。あ、まだあんだ、そう、キングのさかけた最終決戦、わー、それ取った。マスターや、マスター、マスターと勝負や、次。誰だ、マスターって。よし。プロトゼノン。プロトゼノンゲットしたやん。プロトゼノン、リニアモーターカー止めることできるやべえやつだからな、ほんと。どうした？ジン落ち込んだ？あれ、ジンは？それが、バン君ならキングに勝てるだろう。
僕も大会出るものが多かった。次に会う時まで僕ももっと強くなって送って言い残して。あ、行っちゃった。頼りになるやつだけど相変わらずだな、ジン。くっそ、まあ俺に負けたから修行し直しってことやろうな、多分。残念。まあ負けは負けなんだけどね。バンに勝てなくなって結構経つな。昔は俺の方が強かったのによ。あと頼んだぜ。ね、アミちゃんもブンも頑張るからね。勝てると思ったんだけど、戦略も完璧だったのに。でもバンと戦うなんて久しぶりだったから楽しかったよ。アミちゃんありがとな。さて、これはあれか。よし。じゃあいいか、もうバトルするぜ。キング。キング決定戦始めます。行きましょう。これが最後の戦い。俺勝てるかな。やっとキングって野郎の顔を拝めるわけだな。誰だろうね。拝むだけじゃぬるいさ。キングの座から引きずり下ろす。占って、大輝君占ってよ。ヘマすんじゃねえぞ。おう、お前ら喧嘩すんなよ。お前こそ。ゴーダ、ゼント。なんか二人とも息が合ってきたな。今のでそう思うんだね、バン君。さすが。バン君もなかなかクレイジー。よーし、来ないけど。あ、ここでマスターキングの来た来た。ねえ、おばちゃん、うん、ザマスとか言いそう。あの人が、うそーん。なんだあのおばさん。そうだよ、おばさんは。おばさんおばちゃんやん。たく、失礼しちゃうわ。何そのゴリラみたいな動き。マー君、え、あんな子叩きのめ。マー君、マー君、なに下から出てくんの、マー君。マー君出てきたー。おいおい、キッズかよ。マー君、子供やん。いやー、かっこいい。でも LBX は金ピカ、太陽神、アポロカイザー。やるか、マスキンを。ついに登場です、マスターキング。その LBX は太陽神アポロカイザー。これもあんのかな、おもちゃで。必殺ファンクションの神速拳から生き延びた者はいない最強の5歳。5歳なの。なんだ、あら、オタクロスはあんなガキと何があったんだ。え、あんなキズに負けたのか、オタクロス。ガキじゃない、あ、もう5歳だ。5歳やで。ふん、データ通りのガサツなやつだな。データ調べとんの。偉そうな。なんだこいつ。オタクロスにそそのかされてここまで来たんだろ。僕たちに大切なデータを回収してほしいんだ、ね、ちゃんと詳しいやん。どう、なんて知っとんね。何知ってるの。僕知ってるのね。知らないことなんて何にもない。マジで、お前すげえな。次の宝くじどれ買った当たるか教えてよ。秋葉原の本物のキングは僕なんだから。ねえ、マスキン、お前のアホ毛すげえな。マスターキングだったのか。やるか。いいよ、お願い聞いてあげる。え、マジで。もちろん、僕を倒して秋葉原のキングになれたらだけだね。5歳って年中、年長、それぐらいだよね、幼稚園で言うと。タイマン、これ最後は1対3でお願いします。うわ、じゃあ3対3だこれ。なんだあの取り巻きは。お友達、マークをサポートなさい。マークのママなんだあれって。は、マスターキング様のために。うっす。マー君、いつも通りゲームは5分までよ。短すぎるやろ。大丈夫だよママ、こんなやつら5分もかかんないもん。ほんまか、俺結構粘るぞ。いや、倒すぞ、そう、秒殺してやろう。やるか。ああ、お前の運命はなんかよくわかんないやつだ。オーケー。バンチーム VS マスターキングです。さあ、アルティミスに続いて優勝できるか。ではバトルスタート。いくぞー。これでもさ、やっぱアルティメス優勝して、アキバキングダムも優勝したら、そりゃもう、世界中が俺認めてくれるだろう、もう。で、LBX にバン君あり、マスターキングレベル41です。挑みましょう。高えな、敵。だんだんレベルがガツガツ上がってくるから、ほんと。困るんだけど、そんな上げられるとね。さあ、ステージは氷のところ。頼むぞ。あ、やべ、アイテム設定してね、今回まだ。さあ、マスターキングのお供からやっつけるか、最初。ね。ウェイウェイ。いけ、お前も、お前なんだ、お前もお供、お供だろ。ほら、よし。さて、あおっと、半蔵避けろよ、さすがに。それは何、ジャンプで当たりにいとんねお前は。よし、やっべ、これは避けて。危な、なんだイベントか。
今いい勝負してたよ、今の試合。あ、お前ふざけんな、新速拳。え、めっちゃ速いん、それ。消えたもんな。なんだ、やべえぜ。攻撃だ。危ねえ。この新速拳の攻撃を耐えた。泣いとるやん。このやつらは今のでブレイクオーバーなのに。まあ俺強えから、新機体やからね。あ、いや、ナイスキック。残念でした。くそ。うん、バン、どうした。うん、確かに、どうした今。今の先導の攻撃、マスターキングなら避けられたはずだ。なんで避けなかった。うん、ファンクション発動後、動きたくても動けないんじゃないか。なるほど、新速拳の後な。弱点あり。俺が盾になってやる。ありがとうよ。必殺のタイミングを見極めろ。ジェットストライが決めるわ。わかった。お前ら俺の壁になってくれよ。頼むぞ。お前のおかげで勝てたと言われるのが尺なだけさ。仲いいな、お前ら。ゴーダ、先導。力合わせて勝つぞ。じゃ、まずお供たちから。お供すげえ遠くにいんな。いや、もうだったらこれもうマスキンからやろう。マスキン全員でボコろうぜ。全員で3人でボコろう。3人で。マスキン、お逃げんなお前。よし、やべえ。そろそろ防御しとよ。あ、止まった途中で。マジでうめえ。やれた？破壊を死んでんじゃねえか、お前。盾になるってなんだよ。よし。おら。おら、暗いやわ。これで金、マスターキング落とします。マスターキングダウンしてる。いい。じゃあな、マスキン。あ、マスキンは横で爆発した。おら、マスキンいないけど、どうなんだ、この展開。わかんねえ。うれ、まあ、雑魚敵たちしっかりやっつけていこう。よし、とりあえず基本的にコンボ当てたらなんとかなる。これいくぜ。空振ってる。よし、おら、当たらんかった。アタックファンクションテンションなかった。いや、でもだいぶ慣れてきたな俺、コンボも。よけろよ。いてえ、お前強いじゃねえか、お前。うえ。じゃあこれでとりあえずこいつ音も A やっつけます。じゃあな、撃破。さあ残り1体いくぜ。フライヤー。さあもうこれでゲージも向こうの死にかけ。必殺技はま使えないからこのまま倒そう。よし、 OK、 終わり。さあ全部をブレイクオーバー。俺以外いないけども、あれ。さっきのムービーはねえ、俺が盾にやってやる。ねえ、動きたくても動けないのかっていう、あのシーンのね、途中でムービー入ると思ったんですけど、特に何もなく終わりました。私の勝ち。発動止めたもんな、なんか最後、途中で、超型使おうとしたとこ。勝者、山の番チーム、凄まじき戦いをくぐり抜け、ついに、新しい秋葉原のキング誕生です。やったぜ。やったー、僕が負けたわー。マスターキング、約束やぞ。マー君大丈夫？大丈夫だった？要は大丈夫だったわね。よく頑張ったわ。ママはマー君の味方よ。雨舐める？うん？舐めんのかい。お兄ちゃん強いや。だろ？オタクロスの仲間だから嫌なやつかなと思ったけど、お兄ちゃんとのバトルと面白かった。え？なんだ、えらく素直じゃねえか。やっぱゲーム上手いね、人は憧れるよね、子供の頃って。わかる。失礼ね、マー君が素直かな子です。騙されるな、バン！誰？オタクロスだ。ねえ、何？何オタクロス？そやつは、わしがマサと負ける代わりにくれると約束しよった。ねえ、東海道リニア開通30周年記念で 0K48分の1 モデル500個限定をくれんかったてよ。わざと負けたのお前。え、断交したのは。恐ろしいやつでよ、マスターキング。あれは僕のお気に入りなんであげるわけないだろ。なにわーって。多いんだぜ。え、
あれはわしが冬の寒さを耐えながら列に並んでも激闘的なんだ至高の一品でよ。だからその後風邪ひいちゃったんでしょ。そういうの年寄りの冷や水って言うんだよおじいちゃん。くわね、全く不本意だがお前の頼み聞いてやるぜ。なんだって今日からお前が秋葉のキングだだろ。やったぜみんな、秋葉でメイドさんはべらせて歩けるかな俺。嬉しいな、メイドさん、メイド喫茶1回ぐらい連れてってもらおう。ハッカー軍団の協力を急に説明口調。解読コードの復元に成功した。もう成功したんだ、早い。一瞬時は流れて1ヶ月後みたいな。俺喧嘩すんなお前ら、なあ、ちっちゃいもん同士喧嘩すんだ。5歳とおじいちゃんやろこれねえ。はい、というわけでじゃあ今回ここまでにしましょうか。ついにね、なんか解読コードゲットできました。決勝戦でジンと戦い、そしてマスターキングのねを破ったっていう、オタクロスを破ったっていうマスターキングと戦いました。マスターキング結構強かったですね。だいぶコンボも覚えてね、二刀流やっぱ最高ってなってきましたので、今後も二刀流使っていきましょう。それでは終わります。また次の動画でお会いしましょう。おつぱいや。